はい、どうもこんにちは、速稼塾の久保です。今年ね、私の中で起きた非常に大きな出来事の一つに、コミュニケーション障害の方がお金を稼ぎ始めたっていう話をね、この1年の前半でしたと思います。だいたい3月とか4月ぐらいに、今回この話は最後にしますというふうに申し上げたんですけども、そうできないことが起きました。というのが、その方自身からですね、今回手紙をいただきまして、で、手紙って言ってもメールですけどもね、で、そのメールの内容が非常に私もね、良かったんですよ。で、ご本人さんも誰かの励みになることだったら紹介して構いませんということだったんで、今回ここに届けさせてもらいます。ただね、メールをいただいたんですけども、ここでその方をね、バカにするわけじゃないんですけども、やっぱりコミュニケーション障害で、多分初めて、生まれて初めて書いた手紙だと思います、メールだと思います。で、おそらくお父さんかお母さんがちょっとね、協力して届けてくれたと思うんですけども、それでも多分すぐに紹介すると、そのまま紹介すると分かりにくいかと思いますので、私の方でね、少しだけ手直しをしました。手直しをしたんですけども、ほぼ原文のままです。ですんで、ちょっとね、この言い回しちょっとおかしいんじゃないのみたいなところあると思いますけども、まあなんせね、50代の男性がコミュニケーション障害で、スマホで検索することもできないまんま過ごしてきた中でね、今年1年、なんとか自分を変えていこう、お父さんお母さんに何かを見せていきたいっていう、その気持ちの中でね、ことを起こした。そして、ものすごく感動する物語が今回できて、で、それを手紙にしてね、私にレポートしてくれたんですよ。いや、ですんでね、そこだけをちょっとね、受け止めて見ていただければと思います。さあ、私がね、グダグダ言っても胸が熱くなって、また変なことを言い出しかねませんので、手紙の方、多少リライトしましたけども、そちらの方紹介しながらね、読んでいこうと思います。はっきり言って、この手紙、私も読みながら涙が出てしまいまして、これから朗読しますけども、また言葉が詰まるかもしれません。その際はご容赦くださいね。はい、じゃあ私の姿は横にずらして、ここから読んでいきますよ。はい。50歳初めての招待。久保先生、生まれて初めて両親を食事に招待した。私は緊張で何度もメニュー表を開いたり閉じたりしていた。子供の頃から蓄音に騙され、人前で話すことが苦手だった。だから人と話すことをやめた。いつの間にかに両親の前でもいつも言葉が途切れがちになり、今でもうまくコミュニケーションが取れない。ね、まだまだありますからね。2024年、そんな私が自分の人生で初めて自分でお金を稼ぎました。30万を稼いで、100万円を稼いで、信じられないが自分の足で銀行に行き、自分の通帳を作り、預金をした。残りの人生の私の生きるお金だ。久保先生に出会って人生が変わった。いつもの久保先生の動画とかライブで私の話題が出るたびに、私は映画の主人公になったような気がして、うおーと叫んで、両親のところに飛んで行って、見て見てと叫んだ。その時、母は笑顔で大声で泣き出した。だから私も泣いた。父も目を閉じながら、うなずきながら最後に泣いた。私に家族が戻ってきた。両親をレストランに連れて行くという計画を立てたのはつい先月のことだった。残り少ない人生の中で、ようやく自分の力で収入を得られるようになったからだ。今まで何もしてあげられなかったから、そう心の中でつぶやきながら、久保先生に予約してもらった魚線に向かう道中、何度も何度も深呼吸を繰り返した。魚線っていうね、和食屋さんがあるんですよ。魚線に着くと、両親はトイレに行ってから席に着いた。少し緊張した面持ちの父と、いつものように温かい笑顔の母。しばらくして久保先生からということでお花が届いた。私は生まれて初めて
お花を美しいと感じた。男性が女性を誘うときに花を贈る意味が分かった。久保先生が無数の情報の中で選んでくれた気持ちが嬉しかった。食事が始まると私は今まで言えなかったことを伝えようと決意した。あのさ、お父さん、お母さん、今までいろいろお世話になったこと感謝しています。特に僕が小さい頃から言葉がうまく話せなくっていつも心配かけてしまって、そう言うと途端に声が詰まってしまう。しかし両親は私の言葉を遮ることなく優しく聞いてくれた。母と目が合った時に私は涙が溢れてきた。私は就職したわけでもないし、友達ができたわけでもない。明日からもうそんなに変わらない日々だと思うけど、今日はとっても誇らしいことができたと思う。食事中私たちはいろいろな話をした。自分でも信じられないくらい話した。子どもの頃の思い出話や最近の久保先生の読読の話、そして将来の夢の話。この時だけは何でも話せた気がした。私はこの私を長年苦しめてきた病気ともお別れをすることができたんだ。食事を終えて店を出るとき、父は私の肩をポンポンと叩いてこう言った。今日は楽しかったぞ。また一緒にご飯を食べに行こうな。母の温かい笑顔と父の優しい言葉。その瞬間、私は今までの人生で感じたことのないような心の安らぎを感じた。後日、私は小学校時代の恩師に手紙を書いた。家族っていいものだな。ね、このように綴られています。そして、このように私宛にさらに続いています。久保先生、お元気ですか？以上がレポートです。ご多忙のところ恐縮ですが、もう少しだけお話をさせてください。先生にはこの度本当にお世話になりました。いつも励ましの言葉をかけてくださり本当に感謝しています。最初に会った時に久保先生は名乗りもしない、目も合わせない私の背中を大きくバシーンと叩いて、まあ任せておいてください、1年後にはお父さんとお母さんに食事をおごらせてみせますよと言っていましたが、私は久保先生との約束を果たしました。また褒めてください。あの時叩いた背中むちゃくちゃ痛かったです。さすが格闘家ですね。私も格闘技を始めようと思います。先生は人を稼がせるプロだと聞きました。でもそれ以上に私は先生のおかげで言葉の大切さ、そしてコミュニケーションの楽しさを学びました。先生がいなければ私はきっとこんなに前向きに生きていくことができません。生まれて初めて両親をレストランに招待して食事したんです。緊張したけれどなんとか無事に終えることができました。先生にもいつかお礼を直接言いたいと思っています。これからも先生のような素晴らしい大人たちが増えて、たくさんの子どもたちが笑顔で学校に通える世の中になりますように。拙い文章で恐縮ですが、ここまで読んでいただきありがとうございました。はい、なかなかいい文章でしょ。いや、50代の方が書く文章にっちゃ前後したり言い回しがおかしかったり幼稚だっていう風なね、お気持ちはわかると思いますけども、いやでもね、小学校の半ば、中学校に入る前にコミュニケーションができなくなって、文字をまともに書いたこともなかったんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。でその中で20代30代40代で過ごしてきてね、どんな主治医の方もどんなカウンセラーさんもどんな処置もお薬も何にもできずに、その時その時の対処でしかなかったもの、ましてやこの方にね出会った方、誰一人この方に行動動機、特に稼ぐこととか人と関わっていくこととか人に何かをしてあげることっていう、そういったモチベーションを与えることができなかったんですね。まあ私は
人が稼ぐってのはどういうことかなっていうふうによくお話しますけども、誰かにお金を払いたくなるぐらい感謝された時にそれは稼ぐという行動になるんだと思いますね。まあいい話を今日もありがとうございました。それも報酬の一部なんですけども、そうなんですけども、もう頼むから感謝をね形にしたいからこのお金を受け取ってくださいみたいな形で支払いっていうのが生じるとしたら、私はいつも言いますけども、速稼塾の分割代金を請求する気にならないんですよ。払いたくてしょうがないって思えるぐらいのサービスが私は提供できていれば、請求書なんて書かなくても契約書なんて書かなくてもお支払いは自動的に生まれると思うんですよ。なんだったら色をつけて払いたくなるはずなんですよ。まあもらい得の人ってのもいますよ。確かに価値は感じるけども、まあ言われるまで払わなくてもいいかみたいなね、そんな人もいると思います。とりあえず厳しい支払いの方に先に回して、そして、まあ、久保先生は何も言わないから払わなくてもいいか、まあそれもあると思います。でもそんな気持ちですら変えれるぐらい私は言葉の大切さ、コミュニケーションの楽しさっていうものに救われてきましたので、これからもね信じていこうと思います。何か喜びがあって問題解決があって、ああこの人のおかげだなと思ったら、やっぱりお返しをしたくなるっていう人の心を信じようと思います。特に広告も使わない、古代表現もせずに等身大の発信を心がけている私の元に集まってくださる視聴者さんはそういった気持ちを持ってると思うんですよ。感謝には応えなきゃなとか、ごまかしちゃいけないなとか、ずるいことをしちゃいけないなみたいなね。で今回私は誰もが何もできなかった、やろうと思ったんだけどもこの方に対して新しい人生を授けることができなかったというところに挑戦しましたね。ダメ元っていう風に言うとね、この方に悪いかもしれませんけども、関わった以上何かねやれば何かができると思ったんですよ。で私は薬を用いることもなくカウンセリングもせずに、ただ一度会ってこれをやってみなさいという風に一個だけミッションを与えたんですよね。それをこの人はやってくれました。何をやったかというと、何もやらないっていうことなんですよまあどういうことしたかはね、具体的にちょっとこの場ではお話しできませんけども、でもすごくシンプルです。難しいことはありません。ホームページも使わず、 SNS も使わずに、 YouTube も使わずに、リアルな場所でネットビジネスの講師の私がネットを使わずに、スマホも使わずに30万稼いでもらって、100万円突破するところまで稼いでもらって、そのお金を預金するために銀行の口座も開いてもらって、そしてご両親に魚仙というね、私がたまに行く和食屋さんで、生けす付きの和食屋さんでね、食事招待をするところまで行ったわけですよ。なんか私は自分がやることはさっさと終わっちゃいます。多分両親に食事をおごろうと思ってすぐ終わります。でもそれがなかなかできない、そのお金もない、外出にもなかなか足が向かない、ましてや飲食店に行ったことなんてないね。そんな彼を食事招待させますよと言って、まだ1年経ってないんですよね。10ヶ月弱でここまで引っ張ってこれた、俺ってすごいだろうって言いたいわけじゃありません。この方がすごいと思います。私なんかのアドバイスをしっかりと聞いてくださって、1回しか会っていない、あとはこの方が私の動画を見て感じて動いただけです。私は何ら指示命令してません。だから変わったとすれば、私はきっかけに過ぎないんですよね。この方が自ら変わることを決めて、そして行動したんですよね。今までの行動の延長線上にない、今まで自分が選ばなかったことを選んだことによって違う人生に乗り換えることができた。コミュニケーション障害もどうやら和らいだみたいで、
ここまでの文章がね書けるようになったんですよ。もちろん修正はしましたけども、大筋同じです。言い回しの悪いところもそのまま残しました。あまりにも文章が乱れたところはさすがにこうやって朗読する上でわけわからなくなっちゃうんで句読点入れたりとかしました。でもその程度ですよね。このたどたどしい文章の中に一人の人の50代の人の変化ってものを感じ取れたでしょ。だったらこういった20年30年自分を苦しめている何らかの疾患や障害がない人はもっとできると思うんですよ。すごいできると思うんですよ。周りの人の協力も得れると思うんですよ。だって友人がいるでしょ、皆さんには。同僚がいるでしょ。部下や上司やクラスメートがいるでしょ。この方は遡ると小学校の先生しかつながりがないんですよ、ね、小学校の先生ですからね、もう死んでる可能性もありますよ、ね、私たち50代が小学生だった10歳前後の頃って学校の先生若くても20代でしょ。だいたい30代ですよ。あれから40年経って70、80になってるわけですよ。お亡くなりになってる可能性も強いですよね。いや、先生に手紙を書いたみたいですけども、この方も読んでもらえるといいですね。きっとあの時のいじめられっ子くんかみたいな感じで思い出してくれるかもしれませんし、当時守ってやれずにすまなかったなぐらいの気持ちになるかもしれませんし、でもそんなことを別に覚えてなくてもね、嬉しいと思うんですよ。何の問題もなく卒業していった小学校の生徒たちが誰一人自分のことを思い出さない中で、この方だけは手紙をくれた。しかも40年経ってから50代でこんな人生を私は過ごしてますっていうことをね伝えてくれる、その生徒にきっと大きく感銘を受けるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今日はこんなところにしておきましょうかね。やっぱすごいでしょ。ビジネスは人を変えると思うんですよ。お金は人を変えると思います。そんなに大きな金額じゃなくてもいいです。皆さん1億2億あれば皆さんの人生は変わるでしょう。でも今回この方はね、たった数万数十万でここまで大きく人生を変えて病気も克服したんですよ。すごいでしょう。いやーもう鳥肌立ってきました。はい、じゃあ以上です。ありがとうございました。